続き GO。 あれラジオ、あれ前ラジオ借りてなかったか前。あーこの音楽思い出すね。上出来です。あなたの甚大な努力により新たに取るに足らないランクにいたします取るに足りてないのにランクあるんですかね。何気にこのカメラも可愛いな。えんて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 まあ、この曲が何の曲か知りたい人はね、私が昔投稿したポータル1というね、ポータルというゲームのね実況動画を見てください。そしたらこの音楽がわかります。でで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 でこれにより追加テストの発火コーヒー運びの請求が明かされます。お茶組係じゃないですか、やだ。お茶組係でしょこれ。31、巻き戻しどういうことなの。あ、コンパニオンキューブちゃん今日も可愛いよ君。大輝さん、まあまあカートがこう落ちてこう行くから青、あ、青から落ちた後戻ってくるんだ。ここで跳ね返されて、跳ね返されてバーン、跳ね返るときに向きが逆になるっぽいな、この感じだと。バーンって戻るから、あ、戻ってきたときに、え？ちょっと待って。あ、黄色から出てそのまま進、え？黄色に入ってその黄色から出て、え、ここ麦じゃない？黄色から出たとしてこの後反転できなくない？反転できたっけ？反転できた、え、そんな賢い人たち乗ってたっけ、この乗ってたっけフォークリフトに反転できないんじゃないかフォークリフト。まあできるんならいいけど、で、まあ、結局このドアを開けるためにここにコンパニオンキューブちゃんを乗せないといけないから、コンパニオンキューブちゃんは多分これあれだろうな、そのまま落として青に入れて、青から落ちてバーンって跳ね返ってきてシュッシュッっていう感じなのかな。コンパニオンキューブちゃんはとりあえずまあ道適当に作ればいいとして、まあこれなら文句言われないと思うけどね。問題こっちだよな。でもこっちは跳ね返るからこっち緩やかな道を作んないといけないんだよな。まあこれでとりあえず道はできたと仮定して、あーコンパニオン、これがちょっとな、コンパニオンキューブがどんな勢いでいくか分かんないんだよな。まあもうあれだったら最後ここを道にしてっていうのもできなくはないけど、それはもう軌道を見てからだな。何ここになんかあるんだよな、もしかしたらこれ、なんだろう、まあ、いった。ああ、なるほどね。ちょっと足りないのね。え？ああ、ここで角度つければいいのか。もうちょい上見にすればいいだけね。OK。これはまあ、道があるからいけそうだな。土台がここにできてる。ゆっくり落ちるな。シュッ。あれ。もうちょい射出角度が足りない。行角が足りない。この落ちるコンパニオンキューブちゃん、かわいいな。あー、それ高いか。一段階だな。なんか軍事練習とかこんな感じで微調整してんのかな
綺麗すぎる。あとちょっとコンパニオンキューブちゃんの時間がなちょっとかかりすぎてるからもうちょい角度急にしていいかもな。これこれでいいかな。問題はあとはここのあれ、あちょっと待って、でもここ道作ったらあれじゃない、まあまあカート思いっきり飛ばしてくれんのかな。あとゴールの道が分かんねえな、ゴールの道がこっちのこと考えるに、まあでも行ける？行けんのかな？作りとしたらこれを基準にこうするしかないよな。これを基準にこうしていくしかないよな。また乗っけちゃえ乗っけちゃえ乗っけちゃえ戦法再び。ああ耐えればするか、 OK。 じゃあやっちゃいますか。カートがどう動くかが分かんないからな。っていうかもう吹っ飛ぶ衝撃で元から台に乗ってる2人は死んでるんだよな勢いやばすぎでしょこのカタパルト。まあまあ実際でなんかあのまんま行けば行けそうだから、思いっきり飛んでったな。あーってことでちょっと反射用の壁でも作った方がいいのかな、ここに。これでいいのではないだろうか。やっぱコンパニオンキューブちゃん角度変えて正解だったな。あそこじゃないわ、そこじゃない、そこじゃないわ、ここじゃないわ。えじゃ ここを変えればいいのよ。コンパニオンキューブちゃんの滑りがいいね。いや何度見てもえげつないはずだなこれ。おおおおおすげえ端プルプルしてる。いけた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 これはいいのか。とりあえず車列でこれはいいのか。橋が持つかなこれ。え、あーそっかー、なるほどね。1台と複数じゃいろいろ訳が違うってことね。あだからここがあったわけか。なるほどね。だからここに足場が必要なのね。こっちで緩やかに上がっていく坂を使わなきゃいけなかったわけね。なるほど、これでいけるかな。あ、はい。ぶつかっちゃった。あーじゃあ今度はこの角度が違うのか。すげえいびつ。突貫工事ってありゃしねん。いやーきついな。ここかな。これで引っかかれば。全部と壊すか。骨組みが一個壊れただけ。一個壊れただけよ。いけ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 。あ、ダメだった。惜しかったな。
惜しかったなーっていうか、もうこれいらんくね。でもここの骨組みいらんくないか。どんどんコンパクトにしていけ。いや今の3代目いけてたらマジかっこよかったなー。あれでいけてたら本当にかっこよかったわ。コンパクト、たゆむねえ。ただ衝撃吸収、衝撃吸収、あえてこのたゆむことによって衝撃を吸収していく。危ねえ、いけた。すげえボロボロ、逆で座れたんだけど、フォークリフト。あーなんとかいけた。すげえ楽しいステージだったな。なんか最初見た時できんのかよと思ったけど、なんか実際やってみるとすごい後半楽しかった。次のステージ行こう。発射回避、発射回避、発射を回避しなきゃいけないのか。あーこれカタパルト乗っちゃうと当たっちゃうのか。でこれを超えなきゃいけないの。でもこれあれでしょ、ビーム通らないでしょ確か。でしょ、いやーきついな。じゃあ上だけで道作るしかないんだ。あーいけるか、あーこれでいけるな。いやこのカタパルトどうするよ、うおー。え、いやーご冗談はやめてくださいよ。このカタパルト超えろって言うんですか。ご冗談ですよそれは、いくらなんでも。だって上からビーム引けないじゃないですか、やだ。どうやってこれ超えるんですか。もうスキージャンプじゃないんですからね、私がやってることは。一体やめてくださいよ本当に。いやこのフォークリフトの馬力を信じるしかねえな。いけ、坂を越えろ。いやさっきよりやばいわ。これでどう。あダメだなこりゃ。難しそうだな、この勢いじゃあんまり強くないな。いや発射回避いけるか。これだけだと重みが来るけど、こっち側で引っ張っちゃえばいけるかなって感じかな。こっち側を重しに使えばいけるかな。とんでもないことやってるけどね。ここでガンってなっちゃうとダメだから、もうちょい避ける。怖えけど行くしかないわな。勢い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 。ザーでもなんか行けそう。あこの橋すげえ怖い。勢いついて行け。ザなんとか超えたぞ。きつ。これはいけたんじゃないか。この橋の完成度の高さよ。いやー美しい。あとは滑らかにいくだけ。いやー綺麗だ。久しぶりに5体満足全員いったわ。この流れなら多分10台行ってもいけそうな気するんだけどな。橋揺れてないし。いやカタパルト行きそう。でも橋揺れてないから多分再現性は高い。おお綺麗。おおすげえ。うあれあれ何があった何があった。ちょ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 、納得いかん納得いかん。ここ浮き上がったな最後。ここか、ここもったいないな。ここもったいないな。これで何もないはず。いや下の橋の出来が良すぎる。一切揺れてない。いや本当にわずかだよこのカタパルト。
何事もないね、何事もないね、橋も順調。いや美しい。いや美しい橋だ。久しぶりに会心の出来だったね、この橋は。美しい美しい。